ユニットデザインスタジオ杉山女学園大学生活環境デザイン学科の在学生を中心メンバーとした女性の視点からのデザインを創造発信する女性デザイン団体、人間の心理、行動、感性とプロダクト、インテリア、建築、アート、グラフィックとの関連性について議論の場を設け、さまざまなデザインを体験し、創造したデザインを社会に発信していく。先輩も後輩も結構人数がいる状況で、まあ、仲良く回っていいなっていうのが、まあ、ユニットの魅力かなと。こういうのやりたいとか、こういうのがあるよとかいうのを自ら持っていけるように団体にしていきたいなって思ってます。年間を通して各種建築プロジェクトやコンペへ積極的に参加、活躍の場は今や全国区へと広がっている。まあ、全国から集めたからみんなで運営やろうよって1回とかで途中になりまして、ユニットさんは広報を担当してくださいっていうので、ウェブページの制作して Twitter のアカウント取得して Facebook をやって、いろんな地方の団体さんとも連絡を取らせていただいたので、いっぱいお友達が増えていろんな方にとてもお世話になりました。ストローの断面の部分でしたり、縦につなげていった表情ですとか、ストローを編んだ表情を衣装に落とし込むという点をコンセプトにやりました。ストローの断面をスカートの一周分つなげていくというところがとても大変で、一度その止めたものでもどんどん崩れていったりしていたので、本当に1ヶ月ぐらいかかってます、はい、でもできた時にデザインが通りのものになったので、それはすごく良かったなと思った点です。これはオーディエンス賞をいただいたんですけれども、当日に来ていただいたお客さんたちが投票していただいて、でそれで1番ということで賞をもらったんですけれども、で触ってみてもいいですかとか、近くで見てもいいですかとか、これ本当に全部ストローでできてるんですかみたいな話がいっぱいあったので、それはすごく食いついていただいた点かなと思います。審査員の、青木純さんがすごく推してくれていて、まあ、素直だねと家を隅に建てて残ったところに全部洗濯物の干し竿をかけるっていう、まあ、携帯も素直だし、コンセプトも素直だし、私はバカ正直なのかそういうのも作品に出てて、そういうところが褒めていただけた点かなと思います。常日頃からこう特別なことじゃなくって、毎日当たり前にしていることの中ですごい素晴らしいこととか面白いことってあるんだよっていうのを大事にしたいなと思ってることなので、新しいことしなくても面白いんだよっていうのも伝わればいいかなと思いました、ハーモニカとモナカをかけてハーモナカというものを作って提出しました。佐藤拓さんは堅苦しいテーマに面白みっていうか親しみを込めたものが好きみたいな感じで、それになんか私たちの作品が気に入ったのでよかったみたいな。あとモナカって日本のお菓子なので、うん、外国の方とかにもちょっとキャッチーな感じで買ってもらいやすいのかなと思います。このコンペを受賞してやることの大事さとか出してみることとかが大事なのかなって思って、今も新しいコンペに取り組んで入賞を目指して頑張っています。来年もまた挑戦してみたいなと思います。橋本まさ兼ユニットデザインスタジオのチーム地下とチーム4階が作った融合作品展示制作者は女子大生30人連絡はなんとツイッターのみですこの企画自体の募集が本家だったんですけど、その展示空間が地下と4階2つあって、その2つをどううまくつなげていくかっていうので募集がかかっていて、その連絡がツイッターのみでお題を与えられて、それを作るために
2チーム間会えない状態でツイッターでやり取りして作品を1日に1個作るっていうものだったので、出てくる作品に興味を持ってもらうっていうのもあったんですけど、それまでの過程がそのデザインしていく過程に似ているねっていうご指摘をいただいたりとかして、方法論的なものとしていいんじゃないかなっていう。ユニット自体が結構人数のいる団体に最近なってきたので、今回の企画みたいにこうみんなを巻き込みつつ外部の方にもそう作品だったり展示を見てもらえる機会だとかは、その愛知自体がトリエンナーレとかも今後やっていくので、そういうところでなんか活かせれたらいいのかなとは思います。タイトルは記憶の結晶というタイトルで、昔大きそうに建っていた西行庵というお茶室があって、そのお茶室を現代に再現するというのが今回のコンセプトです。自分で考えときながらできるのかなって不安だったんですけど、本当に立ち上がって自分たちの思い描いたものができたっていうのは大きかったなと思いました、はい、大人数じゃないとできないっていう作品を作る機会ってあんまりないと思っていて、それにみんなが関わってユニット全員で作り上げた作品だって思ってもらえるような、作品が作れたのは今回すごく大きなことだと思います。Yokiso was built as a villa of the first Matsuzakaya president, approximately 100 years ago. Many buildings exist on the very large site. People of all over the world visit here to look at a historic valuable building and the beautiful garden. It's the fifth time that a unit design studio does an installation in Yokiso. This work is called Crystal of a Memory. The memory of the tea ceremony room that there was there is shown like a crystal. They reproduce the tea ceremony room which has ever existed.The workshop was opened up in the same garden as well. We look forward to their next work.